口開いてましたか？こんばんは。星投げもコメントもありがとうございます。マシュマロみたいな服ですね。ですか？キャンディーちゃん、平綿さん、ありがとうございます。あ、で、のいみちゃんの MV 公開されてた、見た。いつもありがとう、出た。ありがとう。可愛かった、青春って感じで、みんなの笑顔と。衣装もめっちゃ可愛かった。曲も王道って感じで、めっちゃいい。もう王道アイドルソング。そうなんですよ、渋谷にね、大きくボーンってミリニャとイコラブのカレンダーのポスターが出てるみたいで、全然何も知らなくてツイッター見て知ったんですけど、そう、やばくない？渋谷に看板がありました。全然ね、知らなかったね。行きたいけど行けない。どうだろう、行けるかな、わかんないけど、見たいけどわかんない。ミリの写真集もう届いてる人いんの？嘘、私見てないわ。看板見に行きたいで、ね、どこにあるんだっけ、渋谷のどこだっけな。関東勢に託すって、確かになかなかね、関東の方じゃないと難しいかもしれない。発送通知来た。イコラブのね、カレンダーもどんな感じなんでしょうね。イコラブのカレンダーブックも私たちもわかんない。違うの、涙、なんか今今日なんかさっき帰ってきて、なんかちょっと目が死んでたからだからちょっと目だけ生き返らそうって思って、そう、涙袋を白い、なんか結構キラキラ塗ったらすごい涙袋になっちゃって、まあいいやって思いました。宮下パーク出口のとこだって。カレンダーの方も何も見てないよ。3周年も見てなければ、カレンダーブックの方も見てなければ、みんなの方が知ってるよ。宮下パークね、あんまあんま行ったことないかも。あれだよね、なんだっけ、なんかいろんなご飯屋さんとか入ってたり、公園みたいな、芝生みたいになってるやつだっけ。コロナミン C 飲んでないよ。カレンダーのことね、本当に何も知らないです。ファンの方と同じ情報量しか知らないし、写真もあの1枚しか見てないし。明日4部話し会お願いします。ポップアップストア行ってきたよってパンダさん、ありがとう。星投げ、星がいっぱいキラキラ痛い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 、くしゃみが出そう。マジで全部内緒やねん、ほんまに知らんねん。だからあんたち、こんばんは、こんばんは。ハインク当たりますように、ラブ。そうよ、あら、何も知らんよ。一枚も写真見てないですから、私たち。花粉症です。でも言うて今日そんなにねきつくなかった。私は薬飲んでたからかな。昨日では学んだよ、サイン会。あのね、サイン会は1冊だとサインだけ、2冊だとサインとニックネームだけ、3冊だとサインとニックネームとコメントと、あと動画みたいなやつがついてくるらしいです。ということを学びましたので、説明あたかも自分がもともと知ってたかのようにあたかも言ってみました。はい、
まあファンの方から教えていただいた情報なんですけどね、この前までは何にもそんなこと知らなかったんですけどね。へい、10冊買ったら、キスマークつけといてあげる。嘘です。私たちの指紋ベタベタつけておきます。生写真ランダムじゃない？多分わかんないけど、3冊2冊1冊の順番で、はい、そうなの？全然知らなかった。それは買う、ほんまに。じゃあつけとこうかな。いいな、指紋は大丈夫、1冊からつくから。でも3冊とかの方がベタベタかもしれない。髪の毛1本 OK、 1本でいいの？ダメだ、ファンの方みんなに何本も入れてたら案がちょっとハゲちゃうから、せめて1本にしてもらおう。手汗で、まああんま手汗かく人じゃないんよね、だけあんまり手汗かけんけん。なんかね、でけんちょっと申し訳ない。手汗はあげられんかもしれん、ダンス踊った後とかならあれかもしれんけど、汗かいとるかもしれんけど、なんか基本そんなに汗かかな、なんか手に汗かかない人なんですよね、だから。あ、キスマーク了解。生写真指紋いっぱいつけとるはずよ、サイン書く、あれあれよ、なんかでもサインがある生写真だけど、そう、今日もねサイン書いてきたわ。そういえば何書いたっけな、まだ出てないやつかな、わかんないけど、あれ出てるやつかな、まあ、覚えてないけど、サイン書いた。レグルスさん、キャンディーちゃん、キャン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 ディーちゃん、ありがとう。いつもありがとう、とも、ありがとう。バレンタインの生写真届くの楽しみって。バレンタインはもう発売されたやつか。生写真の指紋拭き取られてないよきっと。タカピロ、アリサちゃん、ハートとアメちゃん、ありがとう。メイク配信ね、別にね、そんななんか最近そんなねメイク動画変わってないから、前とね、そう、二重幅なんかね、眠たいとね二重幅広くなるんだよね。だから今日結構眠たくて、今日ねすごい結構一日がめちゃめちゃ長かったんですよ、だけどねちょっと眠ためでね二重幅がねちょっと広めですね。ハート、ありがとう。トモトーチさん、アキラさん、ありがとう。声眠たそう。本当。クマちゃん、パパ、パパありがとう。スタパパ、スタパパありがとう。くまさん5個、スタドリさん、赤白い商談なのさん、当たったって。二重幅に水貯めたいって初めて言われた、パワーワードすぎ、初めて言われたよ、二重幅に水貯めたい、たまらんよ。そんな二重幅してないで、そんなめちゃめちゃ広い二重幅じゃないから、普通ぐらいだから。でもなんかライブになって亀子さんの写真で見るとね二重幅なくなるんだよね、なんでなんだろうねあれって。なんか普通に写真とかだと二重幅あっても、なんかショールームとかでもあるんだけど、なんかね踊ってる時って二重幅なくなるのよ。二重幅住みたい、多分住み心地悪いけど一回試してみる、私の二重幅に住んでみる。
謎の会話。なんでなんだろうね、わかんないけど、ショールームと変わっちゃう。ファンのサインよく出る？済ませてください。でも限定2名やけど大丈夫？大丈夫そう？涙袋済む？なめくじさんになるけど済む？ひろぽんくん、かわいいくまちゃんありがとう。ミューシスさんハート、いとぱんさん、だるまちゃんありがとう。家賃はね、まあまあ高いよ。ね、1ヶ月3億円かかるけどいい？住める？それでも住めるって方なら大歓迎しちゃうけど、月収、月収じゃない、月額？違う、なんだっけ、肩こりめっちゃひどいよ。なんかでもいつもね、結構メイクさんとかが肩とかマッサージしてくださるんですよ。その朝とか特にメイクする前とかにむくみとかやっぱ取るためにマッサージすごいしてくださるんですけど、いつも今日も硬いねーって、今日も凝ってるねーって言われます。なんか私ポキポキ言うんですよ、肩がすっごい。でもめっちゃ肩も回してるし、なんか多分骨がおかしいのか、すごいなんか肩回しとかもめっちゃやってるし、肩の運動めっちゃやるようにしてるのに、そうダメなんですよね。でけんさ、なんか普通にさ、例えばさ、振りとか手あげる振りとかあるじゃんか、それカウントでやるときな、絶対ポキポキ言うんよ。曲でやっとったらポキって言ってもバレんのんですけど、カウントでやってるとポキってめっちゃ言うんですよ。めっちゃ恥ずかしいんだけどさ、恥ずかしいというか、なんかめっちゃポキってなってんなって自分で思いながらやってるけど、なんか鳴らさない方法もあるんだけど、ゆうまくんハートありがとう。いやもうね、でもその肩が凝ってるって言われてるのはもうずっとで、そうもうね、多分ずっと広島におる時からずっとだから、なんかもともとは腰の位置が違って、なんか腰が曲がってんのね、もう無理なんよ。アイラビューめっちゃ可愛いよな、ありがとう。タカピロありがとう。そうで、まあもともとで、だけんもうね、体の関節っていうか骨っていうか、なんか腰らへんとかがもう全て悪いから、肩の位置も違うし、そうだから全部つながってるからさ、体って。だけなんか顔の輪郭とかもだいぶ違うんだけど、いつも兄ちゃん間違えた、あんちゃん。そうでももうね、腰は治んないの、あんなの。そう、骨背骨でも抜き取られたんじゃねえん、野口よりさんに。だから学校サボったことがバレて月曜クラリに行きました。さくちゃん頑張って怒られてきてください。どんまい。え、そう、マイカ寝違えて、だから今日寝違えたらしくて、ずっと痛いって言ってたよ。首が痛い、もうここまでしか動けないって言ってた。今日言ってたよ、そういう。でもなんか肩凝ると、肩凝ってプラスなんかもう目の奥とか今でも痛くなるんですよ。なんか頭が痛くなってもうなんかガンガンしちゃう、あるある。なんか目が疲れてんのか、肩が疲れてんのか、頭が疲れてんのか分かんないけど、なんか今日ちょっと結構なんかハードっていうかあれだったから、ずっと結構立ちっぱで、もうずっとね、今日はなんか本当にね、足もパンパンでめちゃむくんでるし、足がなんか今日はまあレッスンみたいな感じでずっと結構踊ってたんですよ。だからもうね、あと脳みそもだし、あのね、やばい。
でも肩こりから今来てる、首痛と頭痛と目痛になっちゃうの。これも全部がつながっちゃうの、人間って大変。大変って感じですよ、ほんと。だけどね、今日早く寝ようと思う。でもな、大丈夫。え、違う、元気なんだけど、違う、明日になったらすぐ治るの。もうね、ちょっとでも寝れば治る、これは。確かに今日お風呂ね、使った方がいいよね。あんまりお風呂ね、沸かさんのよね。そんな、なんかめんどくさいって思っちゃうけど、今日とかはちょっとね、使った方がいいなって思うから、今日はお風呂沸かそうかな。だから皆さんもいつもはシャワーだよっていう方も、あのこれからまだ入ってないよって方、お風呂を沸かしてみてください。アンナも沸かしてみようと思うので。そう、私は本当になんかもうお風呂あんま好きじゃないんですよ。え、でもね、今日ね、なんか YouTube 見てた、あかりんさんの、吉田あかりさんの YouTube 見てたら、なんかドライヤースタンドみたいなのを使ってらっしゃって、めっちゃいいやんって思って、いや、もうドライヤースタンド欲しいと思って。あんちゃん元気じゃないと元気出ない。大丈夫、あんちゃん元気だからそう、違う、お風呂嫌いというかめんどくさいんですよ。お湯だけ機能ついてるけどさ、なんかうち今一人だとあんまお湯だけとか使わなくない？だけんさ、なんか髪乾かしたりなんかするのがめんどくさいんですよ。うん、代わりに入ってふみかちゃん。そう、ドライヤースタンド、髪長いけんさんも、そう、ドライヤースタンド後ろに、そう、今日吉田あかりさんが使ってたの。今日というか今日の YouTube で、今日更新された YouTube で、でそれ両手使えるんですよ。めっちゃいいなって思って。そう、だから湯船で寝るの危ないよ、あきらさん危ないよ。ゆかりん、くまさん、かわいいくまさん、ありがとう。サウナね、なんかサウナってあれよね、めっちゃ暑いやつよね。なんか昔その温泉とか行った時は入りよったんよ。でも広島におる時サウナとか絶対に無理だったんよ。でもなんかこっち来て、なんかサウナで汗をかいて一回出て、もう一回頑張って入って汗かいてって言って、なんか汗をかくってことがすごいいいなって思って、なんかリサと結構生きよった時期があって、なんか二人で何分間頑張ろうって言って、二人で頑張ってサウナ入って、で一回出て、でもう一回頑張ろうって言って、じゃあ針が何時計置いてあるじゃん大体。それでなんか針がじゃあ何分になるまで二人で頑張ろうねって言ってサウナ入ってってやってたけど、でも最近は全然入ってないです。そう、なんか苦手だったけど、まあなんかリサとなら頑張れる、誰かいれば頑張れるかなみたいな。リサはまあ全然いけそうだから、言うて二人で同じぐらいでもう無理ってなるけど。そう、家じゃないお風呂は楽しいですけど、でもなんかホテルとかのお風呂はなんかね、でもやっぱさ、家も、いやでもホテルはめんどくさくない？なんかいろいろさ、メイク落としとか洗顔とか全部持っていかないといけないじゃないですか。なんかめんどくさいかも、言うて、なんか化粧水とかも全部持ってってとかさ、なんか着替えもさ、お風呂場に持ってってとかめんどくさいじゃん。でも家だったらさ、もういつもの場所にあるわけじゃん。一見楽って考えたら家の方がいいかなとは思うけど、でもたまにはね、そういうホテルの露天風呂とかいいよね。あの露天風呂が一番好き。なんかのぼせちゃうんですよ、すぐに、すぐ乾かくなっちゃうんですよね。だけんなんか露天風呂やとさ、外
じゃん、やけん冷たいじゃん。でもなんか顔が冷たいのが好きで、体は暖かくていいけど、そう、やけん一番露天風呂が好きかな。でも露天なんか、あ、たまにさ露天風呂って虫さんいるじゃん、やけん怖い。まあそうだよ、家のお風呂も別に好きか嫌いかって言われたらあんま好きじゃないけど、そう、やけんほんまにあの時間を効率的に使うの。なんかメイク落としてる間にこれしてみたいな、髪の毛をトリートメントしてる間にはこれしてみたいな、もう手を動かしていない時間をなくすの、絶対に。お風呂でぼーっとする時間をなくして、もうすぐにお風呂から出ます。ねえ、ほんとね、だってマイカとかさ、イオリとかもお風呂嫌だって言ってるけどさ、あの子たち髪の毛そんな長くないのに嫌だって言ってる。別に多分長くなかったらね、そんなに嫌じゃない気がする。どうなんだろう。切る勇気はないねん。太郎さん、花束ありがとうございます。花束、ミリニャ、アン、リサ、キアラとか長いね。でも絶対に乾かすんですよ。乾かさないと無理。絶対に乾かす。10分ぐらいかかるかな、あんが乾かすのは。大体多分10分ぐらい。なんかもうほんまに眠たい時とかやる気がない時は乾かして終わりなんですけど、やる気がある時はちゃんと乾かして最後に冷風とかも当てて、あのダメージを減らすようにしてたりします。そう、私なんだかんだ言ってちゃんと毎日夜に入るパターンの人だから、そう、届いて。トップバリュー、今日トップバリューの話したよな、あったんと。乾かしてほしい、もう本当に。やけんそのスタンド、ドライヤースタンド欲しいなって思って。そう、でもなんかいろんなところにこう自動で動いてくれたりするやつないんかなって思ってそう、アンナちゃんのハッシュタグはね、ハッシュタグひらがなでアンナルームだよ。自然乾燥は良くないと思うな。でもなんかまあ、もともと毛質的にそんなに傷みやすいっていう毛ではないんですけど、なんかヘアさんとかにも何いつもしてるのみたいな、で何もしてないですみたいな、特に何してるんだろうみたいな感じなんですよ。まあ乾かすぐらいですねって言ったら、でもちゃんと乾かすのはマジで大事だからみたいな、それだけでも十分よって言ってたから、やっぱ乾かすのはねめっちゃ大事らしいよ。先にまあもちろん化粧水とかスキンケアがやっぱり第一優先、本当に何よりも第一優先、服着るよりも第一優先に化粧水、一回化粧水つけるもん先に、お風呂出たらから服着替えたりして、でまたあのお部屋に戻ってきてからもう一回違う化粧水とかつけたり、いろいろスキンケアして、その後にあの一旦途中までスキンケアしたら、あの髪の毛をようやく乾かし始めて、で一旦止めてまたスキンケアして、また乾かし始めてみたいな感じで、もうねすぐにつけますよ本当に。とりあえずスキンケア優先で人生生きてます。そんなさ服着てくれって言われてもさ、お風呂に服着て入る人なんかおらんやろ。こっちも同じ人間やねん、ごめんななんか言ったやん、昨日ステージ上ではキラキラしたアイドル、でもアナルームでは親近感のアイドル目指してこれからも頑張るねって昨日ツイートしたじゃないですかそんなそこにいちいち反応しないでもらってもいいですか本当困った困った、もうファンの皆さんは困った子供たちだ本当に。
コラボ聞きながらお家帰ってんの？気をつけて帰ってね。ちゃんとお家まで帰るんだよ。うん、私のミステリアスな目標はもうね、消え去ってきたよね。でも言っていいやん、別にイコラブの中で女の子の方だと思うんだけど、ちゃんと言っていいかな。たけしさん、こちらこそいつもありがとう。マツケンさん、そのね、クマさんかわいい。いつからママになったんねん、ユーマ。ユーマ、え、それはそうでしょ、マジで。私マジでイコラブの中で本当に自分で思うもん。なんかイコラブの中でそのなんかなんていうん、なんか自分のことをなんかちゃんと女の子だなって思う。ごめんけど、え、なんかみんなが男の子っていうわけじゃないけど、多分性格とかも、多分イコラブの中で私結構女子の方ですよ。まあまあ女子の方だと思う。性格とかなんかそういう何、片付け系の話とかもそうだし、家庭的とかの話もそうだし、なんか発言に対しても、発言とか私なんかメンバーの方がたま小学生男子よ。私はたまに小学生男子かもしれないけど、メンバーの皆さん常に小学生男子の時の方とかもいらっしゃるから。え、だけど別に普通にね、私本当にイコラブの中で言うて女子の方だと思ってる。なんか家とかも、え、なんかキアラが、この前来てたっていう話して、くしゃみの正体キアラでしたっていう話したじゃないですか。でもイコラブで一番綺麗かも。イコラブでまあまあほんまに、でも翔子とかも綺麗なのかな、分からんけど、なんかキアラがあの家に来て、なんかもうずっとここにいたいみたいな、めっちゃね、キアラがもうなんか、なんでこんなに綺麗なのって言ってくれたの。なんかもう本当になんかときめくみたいな、すっごいキアラが言ってくれて、そう、なんかときめいてた、可愛かった。なんか私のドレッサーとかその上に収納してる感じとか見て、うわーみたいな言ってて、そう、え、マジで一部、え、分からん、全員の部屋見たことないけど、話聞く限りまあなんか、あ、綺麗かもって思った。え、キアラなんかときめくっつってた、可愛くない？え、いおりちゃんの部屋はね、ダメだよ。 まずさ、なんかもうメンバーごとにやっぱ趣味が違うじゃん。家具の種類とかも全然違うし、そう、キアラじゃない、リサとかはめっちゃ家具女子なのに、なんか本当に、いやでもこれ以上言ったらリサに怒られるから言わないけど、 めっちゃリサの家はマジで家具女子なの、本当に可愛いの、マジで。今家具のことを褒めてる、リサの。 リサの片付け力じゃないよ、リサの片付け力じゃなくて、リサの家具が可愛いっていう話。だから今度リサがショールームしたら、アンナがリサの部屋の家具だけ可愛いっつってたって言っといて、家具は可愛いって言っといて。アンナ何言ってんのって怒られちゃうかもな。やばい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 、やっぱ言わないで怒られちゃうから、ごめんごめん。でもさ、まずさ、なんかこう家の中のものをさ、グレーとか白黒とかそういうので埋めるタイプのこと、なんだろう、そういう、あと
なんだヴィンテージみたいな、そっち系、どっちかといったとか、まあグレーとかそういうのでまとめること、白とかピンクとかそういう色でまとめることってやっぱいろいろあるじゃん、それぞれだからさ。アンどっちかといったら白とピンクでまとめるタイプだからさ、マイカとか多分グレーとか多いイメージだからさ、まあまあ家具は白が結構好きなので白かな。なっちゃん、なっちゃんと話したいよ僕ちんは。なんちゃんは誰の部屋にときめくの？別に誰の部屋にもそんなときめいてない。わからん、でもミリニャの部屋と家とか行ったことないけんわからんけど、うん、別にわからんけど誰やろうね、誰やろ、ミリニャの家行ってみたいな。ミリニャ綺麗そうだな、言うてミリニャなんかママが片付けてくれてそう、ミリニャとダータはママがちゃんとしてそう、片付けてそう。ミリニャの家行きたいな。ユーリの部屋は気にならん方がいいよみんな。なあたんどうだろうね、瞳は自分でいつも綺麗じゃないって、常に綺麗じゃないからって言ってる。でもなんか普通に泊まりに行った時とかも別にそんなあれだったけどな、分かんないけど、でも別に瞳んちもじゃあ今日行きたいとかなっても別にいいよみたいな感じだし、まあ、なんか一人暮らしのさ基本メンバーはさいつでもどうぞみたいな感じやけどさ、まあ、実家暮らしの子とかはさ、まああれじゃん、サナの家もモコちゃんいる、かわいい。でも全然なんか別にサナの家もそんな別にめっちゃやばい散らかってるとかじゃない、全然普通に綺麗言うて。でもなんかサナはあの基本あの本当にサナの周りはあのね汚いんじゃなくて物が出しっぱなしなのサナは。だけお話し会のね楽屋とかあるじゃないですか、だけお話し会がそのまあイコラブの意味みんな同じ部屋なんですね、控室は。でそれぞれのブースにその散っていくんですけど、お話し会の時にでなんか机が、まあ、イコラブの机、ノイミーちゃんの机みたいになって、まあ、向かい合わせみたいになってるんですよイコラブノイミーが。でなんかもう行ったらその朝だからサナはもうね、サナとかその朝メンバーのものはもうね行ったらあるんよ、もうそしたらもうサナの机がすぐ分かるんね、本当にもうね諸橋陣地がもうすぐ分かって。でも別に足りてないとかじゃないの、全然机は余ってるからいいんだけど、とりあえずもう諸橋陣地が違うの、なんか汚いというかもう物がなんかいっぱいあって諸橋陣地がだからすぐ分かるさなのって。なんかこれは楽屋の話だけど、そうなんか領地が領地なんかその領土がなんか広いメンバーと普通のメンバーとでなんかそれぞれです。うん、なんか出したらしまうんじゃなくて一旦放置するから。本当にだからなんか別にアン自分のことをめっちゃ綺麗なわけじゃないよ、言うてアンも言うてめっちゃ綺麗ってわけじゃないけどマシだなって自分で思っちゃう。そうだからほんまに綺麗とは言えないよアンも。でもイコラブの中だったら3番目には3番以内には入れると思う。
そういうのが気になる几帳面なメンバーいないね。いたらもうちょっと楽屋が綺麗なんだろうけど、誰も別にそんな言わないから、なんか、ね、綺麗にしてみたいな言うメンバーいない気がする。トップ3、綺麗、家が綺麗、トップ3、わかんない。え、そうであってほしいのはやっぱミリニャとか。え、じゃあミリニャ、ショーゴ、私だと思う。家綺麗トップ3はこの3人の順位だと思うよ。わからん、でもミリニャはわからん、実はって言い始めるかもしれんけど、綺麗そうだし綺麗であってほしいっていう私の願望が入ってるけど、ワンはその3人だと思ってる。ワースト3はもうみんなどっこいどこやろいや、ミリには分からんね、ちょっと。そうでもママがね綺麗にしてそう、なんかだし、ミリにはなんか家具とかもおしゃれそうだし、だから自分で言うのもなんだけど3人だと思うわ。ちょっとその他のメンバーの、あのワーストの方はね、そんな言ってもねダメですよそんな、ミリアラジオ聞いてる感じそうでもないラジオで自分でそれ言ってるんだっけ。どうなんだろうね、わかんないけど面白い。みんなのそれぞれの予想が面白い。合ってるとこもあれば、いやいや真逆だよっていう話もあるしでもなんか別にサナ家は綺麗な気がする。言うてなんか楽屋のものが多いだけで、うん、家は別にそんなイメージないマイカ綺麗そうってコメントもあったり、散らかってそうってコメントもあったりそれぞれですね。そう、落とし魔理沙さんは家具は可愛い、家具はすごい可愛いんだけどっていうところまでで、諸橋さんは家はすごい綺麗だと思うんだけどっていう。やばい、暴露話しちゃってる。その後はちょっと言えない、ごめんなっちゃん、彼氏と今度来て。りさちゃんの配信で家具は可愛いとコメントしますね。どういうことって思われるよ、ちゃんと説明しないと。アンナがりさの家は家具は可愛いって言ってたよって言わないと、ちゃんと。マシュマロがいっぱい飛んでるとも、ありがとう。りさこ理解できないやろなって、いやどうかな、いや意外に理解できそうだな。どういうこと、おしめはゆりちゃん好きなのあんちゃんって、嬉しいよどっちも。だけどしょうかね、綺麗でいてほしい。わかんない、なんか花の家とか見たことないし、別に花はなんか持ち物とか汚いっていうかイメージないんですよ。別に綺麗な方だと別に普通に思うんですけど、自分でなんか家全然お部屋綺麗じゃないみたいな普通に言ってるから、そうなんかあんなに綺麗にしてほしいみたいに言ってるから、そう
でもあんまイメージない、イメージないけど家ではって言ってた。ショックは家具にも感謝してそう。そうだね。でもさ、そのマイカとかよりはさ結構自分で言ってたりするじゃん。なんかマイカだったらお風呂やだとかさ、ゆいさんだったら家部屋が汚すぎて足の踏み場がないみたいな、なんか踏んじゃった、何だったんだろうみたいな、もうやばいツイートしてるじゃん。でもさ、その子たちがさ、なんだろう、なんかそのギャップがいくないですか、わかる？なんかギャップがいいなって思う。でサナはだから家は綺麗よ、家は綺麗やけど楽屋は物が多いんですよ。そう、ステージとかお話し会とかでも別にさ、あとツイッターの文章はちょっとなんか個性的やんか。でもさ、何すごいステージ上でもそうだし、すごい、なんだろう、素敵やん。でもさ、そこでさ、なんか魅力を感じるっていうかさ、なんかいい引き算になってるというかさ、そこが。だからいいよね。今日もリサがすごいお尻触ってきて怒ってます。無言でなんか触ってきた。引いちゃダメ、引いてないよ、引なんかいい感じの、そう、なんかもう全部できて完璧みたいな、まあそれもいいやん、全部できて完璧の子も好きだけど、なんかその実はそういうとこあるんだみたいな、いやわかるよ人間らしいねみたいなとこも好き。わかる。のぶさん今日もありがとう。私の広島の家はめっちゃぬいぐるみあるけど、東京はあんまりない。全然まさまるに責任ないから大丈夫だよ。全責任落としまりさだから。のぶさんハートありがとう。トン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 、トン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 。そうだよ、私もだからステージ上ではキラキラアイドル目指して、ショールームではあの親近感しかない人を目指す予定なんですよ。親近感け、普通に何でも報告しちゃう。ベアン君どっか行っちゃったね。ベアン君いるよそこに。チャロスケもいるよちゃんと。親近感いいねって、ナナコリーちゃんいいね。親近感ありまくりよって、え、逆にあんこれで親近感ない、全然ないって言われたらうっそーんってなるかも。親近感しかないはずなのにって、ショールームでは何でもさらけ出してるはずなのにってなっちゃう。くしゃみする卵のぬいぐるみ、斉藤キアラの話ですか。今日はいないですね。あったけどいないですね。言っといた、今日キアラってバラしといたからって。ゆで卵今日食べた、今日食べた。あ、ほほほほほいさんだ、言いたい。ほほほほほいさん、ほほほほほいさん誕生日いつ、何月何日。カブさんもマシュマロ
ありがとうございます。あ、なんかね、今日ねグミ食べたんよ、マシュマロみたいな、なんだっけな、なんだっけな、なんかねコンビニで買ったんよ、それがねマシュマロみたいなやつだった。なんていうやつだった、9月29日、まだまだじゃん、ほほほほいさん、ほほほほほいさんのさやつ、あのあゆ作文ねしたいんよ。あ、マロッシュ、え、それかもしれん、え、なんかそれかもしれん、それかもしれんしか言ってないけど、マロッシュな気がする。レモン味とブドウ味があったん、レモン味にした。いけん、あ、わこちゃん卒業おめでとう、中学校まだ若いね JK 楽しんでね。え、マロッシュなんだっけな、今日ね食べたんよね、ずっと食べよったんがマロッシュみたいな、そのお菓子美味しかった、レモン味だった。なんかねお菓子のレモン味めっちゃ好きなんよね。さっきマロッシュ買ってきた、うわあ、私たち意思疎通してるね。トップバリューはね関係ないかもしれない、ちょっと分からんけどおいしかった。と最近なんか家でも普通に現場とかでもだし、なんか辛い辛い言いながら辛いもの食べてる私。なんか最近前より辛いものが食べれるようになってきて、そう、辛い辛いって言いながら辛いもの食べる、めっちゃド M の人みたいになってるけど、そういうわけじゃないよ、けどなんかでも美味しさをなんかようやく分かってきて、なんか辛ラーメンを食べれるようになって、最近辛いものに対して挑戦する気持ちが芽生えて、もうカレーはね甘口どうしても頼んじゃう、あんま中辛とかは無理だけど、なんかピリ辛みたいな、最近ね食べれるようになった、そう、最近好きになった辛いものです、食べ物辛いもの。あ、もうインドカレー好き、なんかたまになんかインドカレー屋さんの近くのあれする出前みたいなやつ取るよ。なんかねインド料理屋さんのインドの方が、そう、ナマステ、そう、インドの方が宅配してくれるそう、だからありがとうございますって。美味しいの、なんかそこのナンが好きで、そう、なんかあん、なんかあん、ナンが好きであのね、なんだっけ、なんだっけ、ご飯も、まあ、別に好きだけど、やっぱりそのカレー屋さんだとナンが食べたい、インド料理屋さんだとナンが食べたいじゃないですか、だけんナンを食べます、でそれがすごい好きで、そう、でもこの前もなんか花とテイクアウトしに、そう、なんかわざわざナン買いに行った、カレーとナン買いに行ったたりした、テイクアウトした。家でも普通に一人でなんか食べるもん何しようと思って食べたくなった時にそれ注文したりしてる。チーズナンめっちゃ好きなんよね、好きなんよね、だってえ、ココイチナンあるの、知らなかった。そう、でもカレー屋さんのナン、そう、大きいよね、美味しい、チーズナンも。2個ぐらい食べれちゃう、2個は食べれんけど 1.5 枚ぐらいは食べようと思えば多分食べられます、知らないけど知らないけど頑張れば 1.5 枚ぐらいいけると思う。
でもさ、チーズナンはさ、その大きさ的にはちょっとちっちゃいじゃん。でも中にチーズ入ってるから、そう。ゆうまくん、かわいい、ありがとう。うん。カレーはビーフでもポークでもチキンでもいい、好き。でもオーベルジーヌっていうところの弁当屋さんのカレーはビーフが一番好き。もうビーフがマジで美味しいの。ビーフのお肉が本当に美味しくて、もうビーフしか勝たんってなってる。なんかいろんな種類ある、多分チキンとか野菜とかあるんですけど、もうねビーフしか勝たんって思ってる。あ、まああんまりほうれん草カレーとか食べたことなくて、なんかグリーンカレーみたいな、大体もうなんかいつもなんか同じお店で同じものしか頼まないんですよ。だからカレー屋さんでもキーマカレーって結構辛いことが多くて、バターチキンカレーは絶対に辛くないじゃないですか。だけどどこでもバターチキンカレー頼むし、何回もずっとバターチキンカレーだし、なんかサラダ屋さんとかでも、あ、クリスプサラダワークスがもうすごい大好きなんですけど、いつもなんかね、あと最近マネージャーさん男性のね、しかもマネージャーさんがクリスプサラダワークスめっちゃハマってるんですよ。で結構なんか案外一時期ハマっとって、で一緒に行ったりしとって、仕事の合間とかに、そしたらハマったらしくて聞いて、まあ、今日もにセレで買ったよとかって報告してきてくれんの。可愛いでしょそれでなんか私もよく買うんだけど、なんか最近カスタマイズも覚えたの、そのスタッフさんが。でなんかね、いろいろ挑戦してかっこいい、なんかねカスタマイズしてんのよドヤ顔で報告してくるのよ。でも私は一回もカスタマイズしたことがなくて、いつもクリスプサラダワークスってチキン、クラシックチキンシーザーしか頼んだことなくて、マジでもう20回ぐらい頼んでると思うんですけど、マジ20回中20回クリスプサラダワークスでクラシックチキンシーザーしか頼んだことなくてっていうぐらい私挑戦しない人なので、なんか挑戦しないとなって思うけど、そうカスタマイズマウント取られてるんですよね最近。何したんですかって言ったら、いやなんちゃらと、ちょっと今回なんちゃら入れてみたんだよねみたいな。美味しかったですかって言ったら、いやちょっと微妙だったなとか美味しかったよとかいろいろ言ってる。カルメックス美味しいの？もうね、ずっと定番。おすすめあったらアンにリプで教えてください。どういう味っていうまで教えてスタバでカスタマイズするのも緊張しちゃうもん。ポテサラないんじゃない？あるっけ？カスタマイズのイントネーションおかしいらしいよ私。カスタマイズ。わかんない。サブウェイ。あんまり行った、でも一回ぐらいしかね、行ったことないか。わかる、サラダね、まあ、言うてそんな安くはないけど買っちゃうんだよね。明日4番行くよって、かなかさん待ってます待ってます。
レグルスさん、ありがとうございます。こちらこそ。あ、大丈夫、あの私たちなんかサラダ買っていくじゃん、お弁当も食べるからさ、全然あのサラダ食べて偉いじゃなくて、あのサラダとお弁当食べるんで、そう別にね偉いとかじゃないんですよ。ショートホープさん、クマさん、ありがとうございます。明日楽しみって、4部行くよって、あ、ほほ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 ほ
そう、お弁当ね、なんか、お弁当やっぱね、平均がまず1個じゃないから、食べる平均がみんな下の洋服はね決まってる。サラダでもなんかね、前サラダをね、あのドレッシング混ぜますかって言って、はいって言ったので、混ぜてもらったんだけど、やっぱドレッシングを混ぜてもらうと結構すぐ食べないと良くない。そう考えたら今度はちょっとドレッシング混ぜずに別でつけてもらった方がいいかなって思って、別でつけてもらって、で自分で食べたい分だけの場所にかけて、でなんかまたちょっと後に食べるっていう方がいいかなって思ったから、今度頼む時はちょっとね、まあその時のその日にもよるけど、混ぜなくていいなって。そう、混ぜるのは危険ですから。でも別に基本お弁当1個しか食べてないですよ。言うてそんな、コンサートやれば痩せれるのにな。毎日コンサートやってたらマジでめっちゃ痩せれる気がする 毎日コンサートやってもいい？みんな見に来てくれる？多分もうめっちゃヘロヘロになってるけど、マジで毎日2時間コンサートやれば絶対痩せるわ 鬼痩せるわ。だからやろうかな、毎日。あ、家でやればいいのか、私が毎日公演しようかな。ダメだ、ちゃんともうね、端から端のなんだっけ、10何番だろう、11番とか10番とかみたいな感じでさ、その会場をちゃんと走んなきゃいけない。やっぱ家の中でさ、だとさ、何、移動がないじゃないですか、そのあれに、立ち位置移動、やっぱ立ち位置移動も動くのの一つだと思うんですよね。だから立ち位置移動もしないといけないが、やっぱホールみたいな いつもツアーやってるぐらいのホールツアーぐらいの場所ちょっとないとダメですね。やっぱ移動も痩せるところになると思うので、絶対毎日それやったらめっちゃ痩せると思うし、めっちゃ体力つくと思う 確かにレッスン場に住めばいいのか。でもよく言ってる、私たちもなんか次の日もレッスン場の時に、なんでここ泊まっちゃいけないのっていつも言ってる。もうマジ泊まろうよみたいな、もうよくないみたいな、泊まってみたいな、もういいよみたいな、布団なくていいよみたいな、もう床で寝るみたいな、もうめんどくさい帰るの、明日もまたここに来るんでしょどうせみたいな、もうレッスン場に泊まらせてってみんないつも言ってる。帰るの大いいよってなってます、合宿状態。そしたらさ、もうさ、朝の準備もいらないんだよ、移動時間もいらないんだよ。そう考えたらめっちゃ楽じゃない？
そうそう、なんかコンサートとかがあって同じ場所みたいな、2日間同じ場所の日とかだともう泊まらせてみたいな、もうこの楽屋で一晩過ごさせてよみたいな、もういいよみたいな、家帰るの、しかもまあまあさ遠い場所、なんか東京都内から1時間半とか2時間とかねかかる場所とかだとさ、なんかもういいやわみたいな、楽屋で寝るよってなる。どうせ夜に帰ってまた朝早く来ないといけないんだからさ、もういいよって。いつも言ってます、みんなで。ツーデイズの時泊まりたくなるよね。無事に帰るけど、みんなと一緒だと怖くないよ。レッスン場も電気つければいい、寝るまでは。おめめはね大丈夫。確かにロッカーに寝袋入れとこうかな。レッスン場のロッカーに寝袋どんなんやねん。でも1個マッサージチェアがあるけん1人は寝れる。そうよ、そしたらレッスン上から配信する、今日は合宿ですって言って。なんかしかも今のロッカーね壊れたっていうか鍵がかかっちゃったの。なんかロッカー鍵があるんだけど、別に鍵かけてなかったんですけど、なんか番号の鍵があって、でなんか勝手にカチャカチャってそのロックがオンとオフみたいになって、もう番号になってて、別にかけてなかったんだけど多分いつの間にかかかっちゃってたの鍵が。それでもう鍵が分かんなくなって、そうでも別に逆にずっと開きっぱなのだから、鍵がなんかもうずっとこう出っ放しになっちゃってもう閉まんないのよ私の今ロッカーで。前メンバーも他にもなったんだけど、まあ、マスターキーみたいなやつでね直してくれるんだけど、直してもらえるんだけど、マネージャーさんだから言ってあるんだけど、まだね直ってなくてね、私のねロッカーだけね、私だけじゃないかもしれないけどオープンしてるんですよ。そうずっとオープンしてる、なんかもう中途半端にオープンしてて私のロッカーは。だからあの今寝袋入れたらバレますね。でもあるあるなのが、なんかロッカーがそのイコラブのはそのね上になんか3×4×3なんですよ。 4×3 のロッカーがあるんですよイコラブは。でまあまあでかいんですけど一人一人のロッカーが、でちょうどその一番上の3段目のこのが空いてたら頭ぶつけるんですよわかる？なんか閉じてちゃんとなかったら、立った時に物を自分の探して立ったら頭ガーンみたいなロッカーで頭ぶつけるっていうあるあるがある。でもなんか基本さやっぱ一番下って取りづらいじゃん、学校とかでもそうじゃん。だけどその一番上がまあいいメンバーと、逆にアンとかはちっちゃいけん一番上は逆に取りづらいんよ。だけんアンは真ん中の段なんですけど、アンはねなんか下の段は一番人気がないんですよ。で、まあ、上の段と真ん中の段は同じぐらいの、まあ、人気だとするじゃないですか。そしたらなんだっけな、そのロッカーが来た時にレッスン場に早く来た人からもう好きなところを選んだんですよ。もう早いもん順、イコラブって早いもん順で基本生きてるからさ。そうでアンは真ん中の段です。普通上の段も、上の段もまあ普通に取れるけど、でもなんか背伸びとかするのめんどくさいし、一番目線的にアンが取りやすいのは真ん中の段だから、上も空いてたけどアンは真ん中にしました。でも覚えてない、自分のね上下しか覚えてない、ちょっとあとは分かんないけど、でも名前が貼ってあるから分かるけど、
で反対側にのゆみちゃんのロッカーもある。でも種類がね違うからあれだけど、真ん中ちょうどいいよ。でも靴入れは別であるんですよ。その中にはなんか上着とかレッスン着とか上着とかいろいろ入れてたり、あとおはようございますって投稿してきた日、投稿してきた投稿してきたら自分が持ってきた荷物とかその着替えた荷物もそのロッカーに全部基本は入れるんですよね。まあ、出してるメンバーもいるけど基本はそこのおはようございますって投稿してきたら自分が持ってきたカバンももうロッカーに入れて全部あのロッカーにしまっちゃうので結構大きめです。入れきらないときは外に出してるけど、うん、学校みたいになっちゃった。登校って言ったから全然学校みたいなんじゃないのに。そう、出勤。でもなんか出勤って感じしないんだよな。だってさ、そのレッスン場に行くときってさレッスンじゃないですか。だから特にさお仕事感覚っていうより授業感覚、どっちかって言ったら学校感覚に近い。お仕事か授業かって言われたらなんか学ぶものだから、そういう教えていただく先生がいて教えていただくっていうのがあるから、お仕事というよりかはお仕事の中のレッスンだけど、なんかやっぱレッスンイコール授業っていう意味じゃないですか、どっちかと言ったら。だからまあお仕事っちゃお仕事だけど、お仕事の中ではそういう授業に近いものだから、レッスンって特にそのレッスン室に行ったらお仕事っていうよりかはって感じ。まあレッスン室でお仕事やる時もあるけど、そんなね、なんかだけなんか登校、出勤より登校の方がなんかぽいなって思いました。そっちの方がしっくりきます。レッスンは先生基本いらっしゃるかな。たまにメンバーの時だけ、メンバーだけの時もあるけど結構いらっしゃるかな。マジで言ってんの、でっかい大ちゃんいっぱい髪の毛ストレートにしてくださいショールームみんな終わったの？何時？10時になったから、あもうそろそろ終わろうかな。言うて終わる。あもうあ何時から始めた？9時ぐらいだよね。今日はちょっと1時間ぐらいかな。じゃあ今度でっかい大ちゃんストレートにした髪の毛を見せてね。お風呂入らんといけんけど今すごい眠たくて、今コメント読むのに必死です。シェン君マシュマロありがとう。また明日。社交でサブリミナル流れてたの？枠はそれはやばい、嬉しいね、幸せ、ありがとう。その社交の方、社交の方イコラブのファンだったかな、ファンの方なのかな、なんでだろう、なんでだろう。そろそろ終わる。大幅進めそうなくらい広くなってるよって今日渋谷行ったのに看板見忘れたの。それは泣いたやん、泣いたやん。終わるよそろそろ、やばい、ちょっと眠くなってきちゃったから寝ます。社交じゃないの？社交って言わないの？日本全国どこでも社交かと思った。眠たい今日はちょっと話し会話そうね。教習所っていうの？社交って言おったわずっと。さあつんが社交取りたいって勉強
終わります。そろそろ順読みます。13位から13位がユーシスさん、12位がヒロポンくん、11位がマヨネさん、10位がマツケンさん、9位がユカリン、8位がタケシさん、7位が MKT さん、6位が太郎さん、5位がユーマくん、4位がレグルスさん、3位がタカピロ、2位がトモ、1位がスタドリパパです。ありがとうございます。1人目春太郎さん、2人目信康さん、3人目新茶さんの3人がランダムです。ということで明日は4部と5部のお話し会です。参加してくれる皆さんよろしくお願いします。あれかな、なんだっけ、のんのの分ももう明日からあるのかな。振り替えで他のメンバーに行くよっていう方、明日も、明日からもうスタートしてんのかな、それ。明日よろしくお願いします。のんののね、券を取ってくださってた方はお話ししたかったなって気持ちももちろんあると思うし、私たちもね、のんのの代わりになれるわけじゃもちろんないけど、皆さんと楽しい時間過ごせたらいいなって思ってますので、よろしくお願いいたします。ではじゃんけんします。せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんパーパーです。さよなら、ありがとう。